よく来たな、悟空。よーらち、さどうしたんだじゃねえ。天津飯だよ。生き返ったそうじゃねえか。おう、それが生き返ったんなら会いに行くのが当然じゃねえか。だったら行けばいいじゃねえか。せっかく家を見つけたと思ったら留守でよ。どうも修行で世界中を放浪してて、そんで今どこにいるかわからねえんだよ。そんなこと言われてもオラも知らねえぞ。食べんだからビューンと探せるだろ。頼むから探してきてくれよ。お前さんなら木を探れるんじゃから。あ、ほら肝心なこと忘れ。よし、見つけた。何？お、これバカ。こんなに早く見つかると思ってなかったから、とにかくしょうがねえな。何か嫌がんな。さっさと片付けちまうか。お前が訪ね、おめえに会いたがっている奴がいて、それで探してたんだ。そうか。だがもうここでの修行は終わ、そろそろ次の場所へ行こうかと思ってたと。そりゃ困るぞ。そうだな、ちょうど修行を終えたところだ。手合わせに付き合ってくれ。そんなんでいいんか。むしろありがてえくれだぞ。お前とやるのも久しぶりだ。行くぞ。よっ
おめえも腕上げたな。まだまだだが、約束通りしばらくここに残ろう。今の手合わせでもうしばらくここで修行するが。天さんがいい。悪いな。それで、そういや何時だよ。そ、本来ならば修行に集中したいところだが、約束は守る。ここで待つと伝えてくれ。オッケー。おお、帰ってきたか。どうだったんだ天心。それがよ、ってわけで今行ったとこで天心庵は待ってぞ。そうか、ありがとうよ。これは気合い入れて差し入れを用意したんだけど。食い物ならいくらでも。よし、天心庵。少しだ。この壁を乗り越えれば。ベジータ君、相変わらず頑張ってるようだね。何か用か。うん、君が使っとるトレーニングルームをちょっといじってみたんだが。おお、どういうことだ、聞かせろ。そう言うと思ったよ。来たまえ。トレーニングルームの機能拡張をサポートしてもらった。よろしくお願いいたします。ああ。それでは新しい機能について説明いたします。面白い。さっそ。もっと拡張の余地はありそうなんだが、もしこれに使えそうな強力なエネルギーを手に。わかった。トレーニング。余計なお世話だ。ま、無理せんようにな。当たり前だ。これならブルマももうあまり似ていろ、カカロット。
かり遅くなっちまった。ピッコロたちんとこへ急がねえとな。みんな修行して腕上げてっかな。人造に遅かったな。わりわり。でも天津飯と戦ったりどう。すまねえな。修行の手応えはどうだ悟空。人造人間は。トランクスの警告から3年の月日が流れ、ご飯ちゃんも悟空さんもピッコロさんも本当に弁当持ってかねえか。いいよ。すまねえ父。いや、見てもいねえのに分かりっこねえさ。おい、ご飯、張り切って飛ばさねえでも間に合うかな。戦う前に力はなくなんねえようにしろよ。南の都の南西9キロ地ってあれだ。未来から来たトランクスが告げていた約束の日、ブルマが抱きかかえていた赤ん坊の名はトランクス。そのことを知っていた悟空以外のみんなは赤ん坊に驚いていたが、そして悟空たちが警戒する中、街中で爆発。人造人間の仕業なのか。ダメだ、ここからじゃわからない。どういうことだ。そう、人造人間だからだ。なんだと。どこだ、どこ。火を感じないのであれば直接目で探す。よし、みんな散って探そう。ご飯はさっきの爆発に巻き込み、予言された襲撃、人造人間現る。行くぞ。くそー、人造人間はどこだ。トランクスに奴らの仕組みに。ダメだ悟空。そうか、見つけたらすぐにみんなに知らせてくれ。気を感じられねえっちゅうは思ったより厄介だな。天津飯。そうか、コラムだ。
もっと他のとこも探さねえと。オラが目的なら、とっとと出てきそうだ、ピッコロ。見つからんな。気ぃつけてくれよ、ピッコロ。大きな毛が乱れ減っていく。貴様らが人造人間か。不思議だ。なぜ我々が人造…それにここに現れることも分かっていたようだ。さあな、力ずくで聞き出してみた。そうし…待て、ここじゃ犠牲がでかい。おめらもいいな。誰もいない場所へか。好きな死に場所を選べ。なんでそんな名を。お前たちも分かるぞ。わけは…あと行くぞ。なんで俺たちの名前を知ってんだ。お前が壊滅させたレッドリボン軍の人造人間だから、悟空の名を知っていてもおかしくはない。いい加減にしろ、孫子の場所にしろ。貴様らにはエラ。なぜ俺…いいだろう、孫悟空。貴様をずっと偵察していたのだ。天下一武道会の時も、貴様が我がレッドリボン軍を滅ぼした以後、剣いかにすれば孫悟空を倒すことが。オラへの恨みか。そうだ、貴様のせいでレッドリボン軍セクドクターゲ。まるで貴様自身がドクターゲロのような。バカを言う。私はドクターゲロの作り上げた。ドクターゲロは死んで。なるほど。だがナメク星での戦いも。そんな必要はない。ベジータたちとの戦いまでで。一番肝心なことを調べ忘れちまったらしい。何？致命的だったな。スーパーサイヤ人のことを知らなかった。ほう。だが我々が慌てるほどのもの。19号でも10。あ、そう。早速、その強さを見せてもらおうかな。
孫悟空はなぜか勝負を焦っている。すでに全力に近い飛ばし方だ。それなのにあのざまは何だ。吸収した。孫、気候派の類は撃つな。こいつら手から気を吸い取るぞ。気を吸い取る？冗談じゃねえぜ。おい、孫のやつ様子が変だぞ。まさか未来から来たやつの言っていた心臓病が発症したのか。なんだって、もう薬で治したんじゃなかったのか。俺やご飯と一緒に修行していた時はまだ発症していなかったはずだ。くそ、まさかこんな最悪のタイミングで発症するとは。苦しい、どうしちまったんだ俺の体。いやは、カカロットを倒すのはこの俺の役だ。貴様らガラクタ人形の出る幕じゃねえ。ベジータ、さっきはあっちの方ですごい気を感じたけど今は弱まってる。戦い終わったのかな。ご飯、クリリンさん、イヤムチャさん、お二人ともどうしたんですか。俺が人造人間にやられてクリリンに先頭で助けてもらったんだ。残りの先頭も持ってきた。早く悟空たちと合流しよう。あそこだ。お父さん、悟空。どうやら未来から来たやつが言っていた心臓病を発症したらしい。そんな。誰かこいつを家に連れて行ってあの時受け取った薬を飲ませてこい。俺が連れて行こう。情けないが俺が一番役に立ちそうにないからな。貴様の相手はこの俺だ。20号、どうか私にベジータを始末させてください。まあよかろう。その代わり残りの4人は私がいただくぞ。貴様らは噂ほどとんでもない玉じゃなさそうだ。そうかな。貴様の戦闘データはすでに知り尽くしているのだぞ。計算だけでわかるもんじゃない。俺たちサイヤ人はな、知りたいもんだ。人造人間でも恐怖に怯えるのかどうか。ベジータさんもスーパーサイヤ人に。俺はただひたすら強くなることを願い特訓を繰り返した。そしてある時俺は自分の限界に気づいた。その自分への怒りで突然目覚めたんだ。スーパーサイヤ人がな。何に変化したところで所詮我々人造人間にはかなうものではない。やつの薄ら笑いをすぐに凍りつかせてやる。スーパーサイヤ人となった俺にかなうものなど。さあ行くぞ。
ガリックホーン。やはりそんな程度だろうな。ガリックホーン。ガリックホーン。何をしても無駄だ。エネルギーはもらったぞ。スーパーベジータのビッグバンアタックだ。随分とエネルギーを使ってしまった。俺、貴様がいくら想像以上に強くても、逃がさんぞ。俺も行くぞ。俺も行く。僕も。分かった。だが戦おうとはするな。奴は岩場に姿を隠しているはずだ。さらなる脅威、未知の人造人間たち。あの人造人間、ご飯たちからは見つけたという連絡もない。念のために直接聞いてみるか。気を感じることができるのは厄介だな。どうだ。いや、俺の目でもまだ探し出せん。いたか。ダメだ、岩場にうまく隠れてやがる。まだこの岩場から出た形跡がない。どこかに身を潜めているはず。ほう、手ごわそうなやつがいるな。ザコがいるようだな。ほん、すぐに片付けてやる。
ベジータ、あの野郎、思ったより素早い。ふん、ザコがいるようだな。ほん、ご飯。ごめんなさい。そうか。くそ、もう逃げてしまったかもしれない。これでは仲間を呼べまい。ではエネルギーをいただくぞ。ご飯。来てくれ、人造人間が。ピッコロさん、 あっちだ。このまま死んでしまえ。なぜだ、あいつに見つかるわけは。くっ、助かったぞ、ご飯。クリリさん、ピッコロさんに先祖。俺の知ってる人造人間とは違う。どういうことだ。みんな一体何と戦ってるんだ。おのれ、ピッコロまでもがここまで力を上げていたとは。とんでもない誤算だ。帰るしかない。研究所に。本来の歴史では俺たちは全滅させられるはずだったが、未来は変わってしまうようだな。ん？やっほー！今だ！貴様らには絶対に勝ち目はない！17号と18号が今に貴様らを殺しに来るぞ！何？
ランクス。トランクス？トランクスだと？俺のガキと同じ名前だ。未来から来た。そうか。大丈夫でしたか？お前、あの時の、わざわざ来てくれたのか。はい。あなたたちの応援をしようと思って。しかし、奴は一体。あの人形野郎、煙に紛れて逃げやがったか。くそ。なぜ奥さんや子供を助けようとしなかったんですか。くだらん。俺はそんなことに興味がないんだ。ここに来る途中、破壊されていたあなたたちが戦っていた人造人間と。だったらあいつはなんだ。大した問題じゃないんじゃないか。ねえ、さっきの変なジジイが人造人間だった。あれは多分ドクターゲロ本人よ。多分生き続けたくて自分まで改造したんだと思う。そんな、前に俺が過去に来てしまったことで。奴が17号と18号と言っていたな。教えろ、そいつらの特徴。はい。17号は長い黒髪の少年です。18号は可愛い女の子タイプ。服装は俺みたいな感じです。お、女の子タイプかよ。ブルマ、ドクターゲルの研究所の場所がわかるか。確か北の方の山じゃなかったかしら。それにしてもレッドリボン軍のお抱えだってのは知らなかった。なるほど。ドクターゲルが研究所に戻って17号と18号を目覚めさせる前に。俺はそんな臆病なことはせん。真っ先にこの俺の手で片付け。いけません。研究所を見つけたら人造人間が動き出す前に破壊。もしそれが間に合わなかったら孫悟空さんの病気が治るまで戦う。カカロットを待つ必要はない。この俺もスーパーサイヤ人になったんだ。同じスーパーサイヤ人ならあんな奴より王子の俺の方が数段強いに決まる。邪魔はさせんぞ。確かにスーパーサイヤ人の力を得た今のベジータも。俺もスーパーサイヤ人になれるんですよ。俺も行きます。嫌な奴だが。お父さん。もう黙っていても意味はない。あいつの名はトランクス、父はベジータ。あいつはお前が抱いているその赤ん坊の成長した姿。へえ。やっとわかったぞ。あいつもスーパーサイヤ人になれたわけが。どうやら人造人間は動き出す前に破壊した。お前たちも俺と一緒にドクターゲルの研究所を探して。そうだな。はい、ブルマさん、お父さんにこのことを知らせておいてください。いいけど、どうやって知らせるわけ。ご飯、お前が連れてってやれ。人造人間の方は破壊するだけなら。よし、行くぞ。おう。急げ、人造人間が動き出す前に研究所を見つけるんだ。